もう本当ね、ドラマ昔のほらなんかブッとかやって血がブワーって出るようなドラマあるじゃないですか、はいはいはい、あれよりすごかったですね。もう丼一杯みたいなすごい量の血を吐いて、で窒息しそうになるでしょうね、うん、一番最初になった時に近所の救急センターに担ぎ込まれたんですけど、救急センターの医師が私の顔を見て救急車呼べって言ったんですよ。え、ここ病院じゃないのみたいな、ね、うん、いわゆる専門のところに行かんとってことですね。もうここじゃ見切れないから大きい病院でっていうことで救急搬送の救急搬送されて、はあ、うん、へえ、それ2年前でしょ。うん、コロナになるギリギリの前でしたね。ああ、またまたっていうか、まあこれだと重ならなくてよかったですね。ね、あそこだ、あの時に手術できてなかった、私はちょっと もしかしたらやばかったかもしれないですね、本当に。これ本当にそう思います。こっちのお医者さん、見てくれてたお医者さんは、はい、あなたのコロナにかかったらちょっと助けられないからと。でましてイギリスはね、もう1日何十万人とかの感染者で、ひどい時には1500人が毎日亡くなる。1500人ですよ、日本の人口半分で1500人が亡くなる。もう救急車ももう病院の周りぐるぐるところを巻いて待機6時間病院の 前で待つとか、もうそういう状態になった時に、私の病気で駆けつけ込まれてももう絶対助けられないから、とにかく外に出ないでくださいということを最初に言われたんですね。このコロナ禍ね、実は本当に自分を見つめ直すとってもいい機会だったなって思うのと、アーティストとしてクリエイターとして何をすべきかっていうことをすごく自分の中で磨く、まあ、まだまだですけど磨き方が分かったかなっていうことができた、準備ができたと。でこれはやっぱりこのもう本当に勢をつけてね、あの夢の紅白を目指していきたいんですけども、やはり今まで生きてきた中で大変な心配をね両親にかけてきてる。で別に紅白じゃなくてもグラミー賞でもいいんです紅白をね、まあ、あのステップにしてグラミー賞でもいいんですけど、英語のね記事とかだとね、実はこちらで1位になったりアメリカで1位になったり、こう見えてもしてるんですね。すごい。でもいや、こう見えても、いや、こう見えても1位になったりとかしてるんですけど、この記事とかを両親に見せても英語だからね、何書いてるか分かんないとかいうのもあるんですけど、やっぱり紅白って分かりやすいし、うん、一番の親孝行、紅白とレコード大賞が、親とか親戚とかね、今まで応援してくれた方々に対しての、本当に、うん、恩返しをしたいんですよね。これちょっと発表したいなと思っております。お、はい。はい。ぜひ、直美さんにですね、しゃべれ電波少女、はい、いきますよ、タイトルいきますが、はい、ロンドン発、直美の部屋、ロンドン発、直美の部屋という、コーナーを作りたいなと思います。キャー、いいですか。あ、そこまで、自分でまた拍手してますけど、いいですか。もちろん。これありがとうございます。ありがとうございます。これもね、はい、なんか なんていうギャラを払うとか、なんかそういうことがもう一切ないこのテレ東番組でございまして。え、ギャラないのすいません、なので月に1回だけ、はい、1回だけロンドン情報を流していただけないかなと。あ、でもね、ちょっとお願いがあるんですけど、はい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 、まあ、ロンドン情報も、はい、お送りしますが、はいはいはい、ちょっとだけなんか私の歌声とかね、なんかちょっとそういうのないですかね。そういうのあると、まあ、盛り上がるんですけどね。そうですよねいや、そうだと思いますよ。直美さんの何かこう、代表曲
とかを、歌って、まず歌っていただきたいなというのが一つあります。それと、これは本当に申し訳ないんですけども、代表曲は、もちろん、どんな曲かというのを含めて皆さんに、この、しゃべれ電波少女のリスナーの方に聞いていただきたいんですけど、ここから先は、僕のわがままなんですけども、1ヶ月に1回なので、盛りだくさんにしたいなと思って。なんなりと なんなりと、その代表曲の、を元にですね、なんかちょっと替え歌っぽくです。もう替え歌っぽく歌ってもらえないかなと思って。何を歌ってもらいたいかというと、例えば、この1ヶ月間こんなことありましたっていうことや、告知や思いや、いわゆる、直美さんの今の心境というものを曲に乗せていただいて、送っていただけないでしょうかっていう話です。何となく理解してもらいました？参ったなあ、それ、参ったなあ、それ、めっちゃやりたい。本当ですか？そっちですか？ あ、よかった。はい、それでは聞いてください。鈴木奈美の自分だけのヒストリー、どうぞ。して、すぐ。
次回の、はい、なんで、ロンドン発ナオミの部屋では、はい、この、なんて言うの、2月のね出来事ということを、歌詞にして歌っていただけたらな、はい、だからタイトル的には、自分だけのヒストリー2022がということですよねこれね。すごいワクワクです。めちゃくちゃワクワクしてます。ぜひぜひこれをね、はい、歌っていただけたらなと思っております。はい、